2022春季四国大会振り返り&注目選手紹介一発やお毎回見せんの。いや、なんかかっこいいですねってコメントいただいたら、あそうですか。あなた自分で打ったんじゃないのそれは。そんなしませんよ、やらせは。いいですよ、そのタイプは。四国大会ね、はいはいはい、九州大会について四国大会っていうのはもう終わってますよ。あったかいからね。あったかいからな、うん、そしてじゃあ簡単に大会ちょっと登ってみるか。こうなる。俺もまずな、いやいや、商業対決、商業対決、やっぱり商業が多いね、四国は。まだまだ四国な、公立頑張ってくれてますよ。我々はね、その公立高校出身なんで、うん、どうしてもやっぱり応援したくなっちゃう。見たいね、甲子園優勝見たいですね。これ早速好カードですよ。好カード、これが大阪桐蔭をね一番苦しめたと。苦しめた。そしてコーチもベスト8とか、あそうだね、行ったからね。あ本当だね。うん、力ありますよ今年。明徳と、まあ、松山星稜、松山星稜なんかもねプロを出したり、ね、そうだね。愛媛の U ですよ。で英明高校と徳島商業、はいはいはい、ここはいやあるでしょ、なんかあるでしょうに。接戦です。まあそうだけど、はい、職業が多いな確かに。そうないよこの大会で。ないね、他の地区じゃね。でこちら丸してるのが勝った高校、はいはいはい、なっております。高松商業でいうと、ああ、おめえ様よ、先発出てこないと。そうね、ああ見たかったけども、まあ、イチローイズムでね。イチローイズムな。あイチローがだって一番楽しかったって言ったから。あそう、何校か行った中で緑があるあったと。あ本当ですか。もう一度行きたいって多分唯一言ってたんじゃないかな。あ本当。うん、そこまで言わしめてた。あいい、じゃあいい高校なんだねこれ。やっぱり最近なプロも出てますし、出身者ね。そうだね、今年のドラフト必死のね、うん、じゃあちょっと行きましょうか。はいはいはい、必死といえばやっぱり、あら朝の君。ああジャイアンツはちょっと違うか、行かないか。あー行くなら外野手かもしれませんね今年。外野手です、浅野君は。あそうだ、即戦力ってことな。いや、あの、いや、いや、高校生、高校生外野手、浅野君行くかもしれんじゃん。浅野君は外野、そうか、セカンドが多いイメージだったから。あー、なるほど、セカンドのイメージ、外野手ですね浅野君は。肩もいい、あ、全然あるよ巨人、全然ある、うん。そして、これだから高松商業は2試合目でね、まさかの。そうだね、まあ、相手がちょっとまあね、そうねだったけど。で、浅野くんは2試合出まして、うん、7打数2安打1打点、打率は2割8分5厘。はいはいはい、うん、あちょっと寂しい。そうだね、スイッチになったんですか。スイッチですよ。で、ライトで出てるね。あ、そう、まあ、ライトはどこでも行けるんだろうけども、右でよかったけどな。そうなんだよ、左でも掘り込むから。めちゃめちゃだけどね、どうなんだスイッチは。動画見たけど、左も強いよスイング。あ経験としてね。いやまあそう、右を極めてほしいっていうちょっと思いはあったっちゃあったけどね。ただ右ピッチャーにも右助けに立ったりしてたから、ね、もう関係ねえんだ。そうそう、調子いい方で、調子、まあそういう新しいスタイル、調子いい方で行くよっていうスイッチ。なるほどね、あそういうスイッチはちょっと新しいけども。そうそうそう、あまあ夏期待ですよ高松商業、ね、まあまあそれは期待ですよ、頑張って出てきてほしいよ、うん。では優勝は、うん、ナルトと明徳の決勝戦で、うん、ナルトちゃん勝ったとね。サドンデス、サドンデス、あれね、タイブレイク、タイブレイクで延長行って、なかなか明徳のサドンデスって一番手強いぞ多分。いや一番手強いよ、何してくるかわからんもんな。マブちゃん、マブちゃんが健在ですよ。でもマブちゃんに勝ったんだね、それ。マブちゃんに勝った。でね、秋季大会、秋季四国大会の準決勝でも当たってて、うん、その時も3人で勝ってる。ナルトが、ナルトが今年のやっぱり夏はじゃあ四国だ、ナルトかな。もう四国をもう代表してくんじゃない、ね、これは台風の目で、台風の目、ね、台風の目どころかね、優勝組み合わせ次第で全然勝ち上がっていきますよナルトは。モンちゃんのやつ当たるんだからな。俺の優勝って言ったら強いんだから。まだ言わないよ。あまだね、そう外さないでほしいよここまで来たら。さすがに な、夏春と当たってるからな。そうなんです、慎重に行くよ。まあそういう大会でしたよと。なるほどなるほど、うんうん、九州大会に比べると2桁得点がなかったり、うんうん、ただゼロ風が多いね。そうだね、そう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 、いいピッチャーが多いんかな。だからそうなんだよ、四国は投手が非常に、投手かレベルが高いというデータが出てますね、はいはい、うん、じゃあ行きましょうか。じゃあここはですよ、注目選手ドラフト候補、はい、でいんのかと。いんの、もうだって大会始まってもすぐベスト8よこれ。
確かになチーム多いよな。まあ、もうちょっとなんかさ、各県2校ずつで8か。そうだね。中国も一緒にやりゃいい。確かにな、中四国でもな、やっていくかもしれんな。いますよ、そのドラフト候補や。あ、そうですか。四国ですよ。まあ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 、四国はドラマ生むんだから。四国だな。じゃあ、浅野くんはね、もちろんドラフト1位候補です。あ、うん、まあそらそうだ。1位候補です。ちょっと今日、2校からちょっと紹介しようかな。大丈夫かい？じゃあ高校縛って大丈夫かい、それは。どこだと思う？いやどこだろう、ちょっと、ナルトとかはね、有名な子いますけど。ナルトと明徳だ。いや決勝の組み合わせだ。ドラフト候補となると。まあそうだね。あ、それはもう嘘ついちゃいかん。嘘はいかん。まずナルト行こうかな。はいはい。やっぱりエースね。エースね。富田くん。ああ。たまに急上昇。力つけてる。ね、そりゃそうだね。大阪桐蔭を3点。3点で抑えた。唯一のピッチャーですから。ありえないよ。本当に。モテてんだろうね。富田くん。身長178cm。はいはい。86kg。うん。もう横しっかり。ああ、そうね。マックス144kg。うん。大会通算では28イニング。うん。367球投げまして。はい。防御率 1.28。うん。堂々の。堂々だね。ウィップ 0.75。あ、素晴らしい。奪三振率 6.4。うん。ゲームメーカー。そうだね、ゲームメーカーね。これは、やっぱり大阪桐蔭3点に抑えるのは伊達じゃないよ。伊達じゃないね、これは。ウィップ 0.75 がすごいよね。すごい。それはフォアボールが少ないんかな、被安打が少ないんかな。フォアボール少ないね。あ、フォアボールがまず少ない、ね。28イニング投げて6四死球だな。あ、少ないね。まず少ない。多分奪三振率がね、もうちょっと高かったような気がするんだけど。そうね、春はまあ先発終わりっていうのもあって、うん、打たせて取るピッチングだったんじゃないですかね。6.42 でした。うんうん、でね、このナルト、はい、まあ、甲子園行ってね、うん、1試合、2試合、3試合と勝とうと思ったら、富田君だけじゃ。うん、いや、それダメです。いけませんよ。夏はダメです。もう一枚出てきました。あら、4番も。お、4番も務めてる前田くん。お、3年生。うん。これ右ピッチャーです。はいはい。左右で用意できました。基本的には富田くんが投げたんだけど、まあ、サイニングの登場でしたよ。はい、前田くんっていうのは。うん。56球、被安打1、奪三振4、3四球と。しっかりね、役割分担できるレベルのピッチャーなんじゃないかなと。なるほどね。うん、まあ、もう1枚。用意できそうだと、うん、この前田くんね、大会通算13打数6安打4打点、おー、打率も4割6分1厘、おー、素晴らしい、うん、コーチもね、取ってる複数枚、そうだね、そう、コーチもいるからね、いましたし、うん、うん、じゃあ投打がもう揃ってると、そう、4番と、ね、エースと4番ね、で、この4番の前田くんはピッチャーもやっていくんじゃないかな、なるほど、居場所だ、じゃあ居場所だね、エイツでいうとこの居場所はあれ、高知県か、居場所どこだっけ、いや、高知だと思う、あー、そうか、うん、だから違うね、ああちょっと、ああちょっとずれたな、徳島ではなかったと思う、ああ、ナルトは、まあ、富田君、はい、ドラフトかかる可能性も十分ありますし、ありえるよ、全然あるよ、この4番の前田君っていうのも、まあ、夏の結果次第で、そうだね、ここからね指名があるかもしれない、はいはい、優先しておりました、これね、四国の目玉はドラフトとなると明徳になってくるかなと、いつまでやらすのよこれ、第一戦でまぶちゃん、まぶちゃん、まぶちゃんはもう目の黒いちゃんやるよ。ずっと目が黒いよ、多分。ずっと目黒いな。でね、ちょっと異変起きてるよ。あれ？明徳といえばちょっと、うん、誰を思い出す、去年の夏。いやー、もちろんあれでしょ。左の変則ピッチャー。吉村君。背番号10。あれ？背番号10の男なのか、吉村君は。10になったんよ。周期はね、1番つけてたの。うん。今回は。あれ？また出てきた。本当にいやらしいよ。いやらしい高校だよ。まぶっちゃんまた作ってきたよ。あー。エースナンバー。矢野くん、矢野くん、これ注目ですよ、うん、身長 180cm、うん、まあ、70kg、はい、明徳はな、ちょっとシュッとしてる選手も多い、多いね、うん、サイド、はいはい、サイドは好きだな、やっぱりね、そうなんだよな、いやらしい感じ、いやらしいんだよ、で後ろできっちり守ればいいんでしょと、あ、そう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 、うん、マックス 138kg、はいはい、大会通じてね20回と3分の2、うん、234球、はい、うん、もうだからやっぱり背番号1、うん、うん、そうね、投げてるね、ウィップ0.8だな、おー、素晴らしい、コントロールいいんだな、防御率、うん、0.8だな、あ、素晴らしい、奪三振率 4.35、 はいはいはい、まさに打たせて、うん、試合作るよと、そうだね、素晴らしいです、この矢野君と背番号10の吉村君どうだったのと、うん、僕は吉村君、去年の試合のドラフトかかってもいいんじゃないぐらいの彗星のごとく現れた
いや、取った方がいいよ、カープとか特にな。いやー、ほんと、そう。ね。1、2目になってほしいね。あ、そうね。変則。左高校生。ほんとないからね、変則。なかなかいないよな。いないな。今の変則、そのプロでブイブイ言わせる人らって、やっぱ社会人卒とか多いもんな。そうだね。で、プロになってから変則に変えたりとか。うん、高梨、宮西、うん、香山選手とか。ああ、そうね。うん、そうだから、変わったかな、なんか思い切って、ね、もし巡り合わせが良かったら、うん、ぜひ行ってほしい選手なんだけどね。吉村君ね、意外と背高いんだよ。高いよ。83センチ、80キロ。ね、スラッとしてる。しかも横もできてる、マックス138キロ。明徳はマックス138、140出すなって、多分なんか、教えがね。教えがある。大会通じて10回3分の2、はい、154球投げまして防御率は 1.68、 うん、やっぱ安定してる。ウィップがね、ただ1.50。あ、そう、ちょっとね、フォアボール多いの。フォアボール多いね。10回3分の2で5四死球出してる。ああ、それはフォアボールだね。ちょっと多い。ウィップ上げてるの、うん、やっぱり背番号1番から10番になったっていうのは調子が、この大会ではそうだったかも ね、 あ、持ってこれなかったかなと、うん、打三振率も 2.53。 はいはいはい、あんま三振取ってたろ、去年。まあね、なかなか初見では打てないね、あれ。あれ、左バッター打てないよ。うん、だ四国のチームは慣れてきた。そうか。だから四国はもうバンバンやってるから。秋もなんか戦ったりしてるから。そうそう。うん、そうなのよ。だから吉村くん、また夏は背番号、まあ矢野選手もね、矢野投手も非常に良さそうなんですけど、うんうん、あれ吉村くん。そうね。去年、白木くん。ああ。ジャイアンツ入った？入りましたか。お前が泣くなと。智弁学園戦かな、最後、逆転負けしてね。感動的なシーンありましたよ。夏もうワンギア上げて。そうだね、吉村君。うん、ピッチャーだけじゃない、明徳でもね。僕この子は覚えてた。ね、うん、まず野手1人目から、うん、キャプテン、はい、池辺君。うん、池辺君セカンドの子。うん、覚えてる。覚えてる。左バッターの、うん、ほんとなんかザ・明徳みたいな美しい隙のない、うん、身長173センチ、68キロ。はいはい。まだね、大学とか経てそうかな、なるほど、選手なのかな、うん、非常にただバッティングセンスとか、うん、野球センスやっぱり真淵一郎に、うん、大会通じて14打数6安打3打点、はい、でも3番打ってます、うん、去年は2番、うん、まあ、起用が多かったかな、うん、打率4割2分8。ああ、素晴らしい。やっぱりね、ミスター明徳、うん、そのキャプテンやってるだけのことなんで、1年とかから練習とかしてたからね、さすがですよ。でもう一人が、はい、これは選手も去年から試合出てました、うん、2年生井上君。井上幸輝君、うん、で今3年生ですね。で右打ちのセンター、はい、身長167センチ60キロ、うん、まあ、ちょっと小柄。本当はね、スピードスター。うん、で14打数7安打3打点、うん、打率5割。はいはいはい。これ非常に井上選手で、これ今リードオフマンかな、1番バッター。はいはいはい。リードオフ四国2022、うん、エントリーします。ただね、この2人とも、まあ、試合数少ないんだけどね。まあね、1本、うん、ホームランとかね、あったらなお良かったかなと。そう、まあね、まあまあまあ。この井上くんは決勝戦、うん、2塁打と3塁打、うん、富田くんからね、打ってます。あ、そこだね、2塁3塁、長打も出てる。これ注目ですね、じゃあ。なんか注目、池辺くんも決勝戦が6打数3安打、うん、で全部富田くんから打ってる、うん、こういう大一番、うん、大エース相手に結果が残せる選手、うん、だから、振り返ったら明徳義塾が四国だと攻守ともに、ハイレベル、センスあるなという選手多かったかね。なるほどね、うん、決勝になると分かったけども、そうこの2校かな。じゃあそうだね、ちょっと夏、うん、この2校は期待していいかもね。まあコーチもな、黙ってはないと思うけど。そうだね、これがほら決勝で当たるようになるのかな、おそらく。あ、そうだね、ここまで四国大会まで出てきた、出てるからね。ということで、2022、はい、春季四国大会の振り返りと、うん、まあ、注目選手、はい、ご紹介させていただきました、はい、また明日お会いしましょう。ありがとうございました。あ、そう、あとは僕はね、アドアみたいなのいないですか。あといない。アドアみたいなのいなかった。あえいかんはフェドローに輝く語呂ある。チャンネル登録お願いします。